平林初之助鉄の規律1今から何年か前詳しく言えば1900年の夏のある日午後8時ごろポーラーの上着に白セルのズボンをつけ 新しいパナマをかぶって顔にマスクをつけた背の高い男が銀座3丁目の時キビルディングの6階の一室へふらりと入っていったもう日はすっかり暮れて華やかな電気の下を銀ブラのモガモボレンが目的のない夜の UFO を凶楽している時刻であった彼は 部屋の中へ入るとすぐポケットから懐中電灯を取り出して室内を注意深く調べ回した大東京の雑踏の中心にそびえ立っている高層なビルディングの一室としてはこれはまた何たるみすぼらしい室内の光景であろうまるでにわか作りの県会議員の選挙事務所のようなプロザイックな眺めである 部屋の中央には大きな丸テーブルが裸のままで据え付けてありその周囲には粗末な椅子が5脚並べてあるテーブルの上にはシェードを深く下ろした大ランプが1つとマッチを添えた灰皿が1つ置いてある霧だ通りに面した窓の左寄りに書き物机があってその上には インク壺とペントが乗っている机の前には回転椅子が一つ備え付けてあるその他にはサイドテーブルが一つとくずかごが一つ転がっている霧これがこの部屋の全長度であるマスクの男は素早く室内を調べ終わるとポケットから紙切れをつまみ出してドアの鍵穴に詰め ゆっくりとテーブルのそばへ進みよって大ランプのスイッチをひねりそれから懐中電灯を消してポケットの中へしまい込んだ広い部屋の中に五色の電灯がぽっかりついた三尺と離れては新聞さえ読めないほどの薄暗さである窓にはシェードが下ろしてあるし 鍵穴にもふたがしてあるので光は全く室外には漏れない男はドカリと一つの椅子に座って腕時計を見た1分たった扉の外にコンコンとよく耳を澄まさなければ聞き取れないくらいなノックがして第二の男がやはりマスクをつけて入ってきた。 この男は真っ白なリンネルの背広を着てきれいに手入れをした白靴を履いていた2人ともまるで見知らぬ人同士のように言葉もかけずほとんど顔を見合わせすらしなかった第2の男は第一の男に向かい合った椅子に腰をかけた2人はほとんど同時に無言で腕時計を見た 30秒たた。っまた扉の外にノックが聞こえて第三のマスクの男が入ってきたこの男は黒のアルパカの上着にシマセルのズボンを履いて麦わら帽子をかぶっていたやはり無言のまま彼は第三の椅子に腰をかけた数秒間 室内の空気は威圧するように重苦しかった突然第1の男が立ち上がった「I a m n ー3 0彼は英語で言った「クス。第2の男が続いていった「224」第3の男も同じように言った。 さて諸君今日は中央執行委員会から諸君に重大な命令が下ったんだと第一の男は棒のように突っ立ったままかすかに震えを帯びた声で言った諸君に課せられた任務は非常に困難で最大限の危険を伴うものだしかも準備の期間はあと半日しかないのだが無論 諸君は喜んでこの任務を担当されることと信ずるもちろんと2人は幾同音に答えた明朝午前10時東和局長遠山彦太郎は霞ヶ関の東和局を96号の自動車で出て桜田門を通過して東京駅に向かうことになっているその途中で彼は声を落として ささやくように言った彼を暗殺することが諸君に課せられた任務なんだ語尾はひどく震えていた2人の聞き手は体をむずむずと動かしたどんな理由で76号が聞き返した理由は自分にもわからんそれに分かっていても諸君に言う必要もなければ 諸君もまた知る必要もない。中央委員の命令は絶対だ。諸君はそれを実行すればよいのだ。諸君には、中央委員の命令を審議する権能はないのだ。このことは、すでに十分承知のことと思うが。だが、こんな重要問題の場合は、重要であるかないかすら、諸君は知ることを許されていないはずだ。 諸君はただ与えられた命令事項を完全に遂行する手段さえ考えればよいのだ76号は沈黙したよし実行を誓うしばらくしてから彼は沈痛な声で言った224号は30号が厳粛に尋ねた「無論 意義なし。ではと30号は少し言葉の調子を変えていった諸君も承知の通り我々の組織にはあらゆる階級とあらゆる身分とあらゆる職業とあらゆる年齢との最も優位な男女が網羅されているから諸君は必要な人間を幾人でも本部に申告して諸君の目的に使用することができる。 だがその手続きは今夜の11時までに取らねばならぬそれまでに十分具体的な計画を練ってそれを本部へ報告すれば諸君の任務は終わるのだ直接実行に当たるものは本部の方で先行することになっている僕の任務はこのことを諸君に報告すれば終わるのだこう言ったかと思うと30号は 立ち上がってドアの方へ歩いて行った彼は扉のノブに手をかけながら振り返ってつけ足したでは今夜の正十一時だよ十一時かっきりに僕はここへやってくるからそれまでにすっかり具体案を制作しておいてもらいたい二 後には、二人のマスクの男が残った。互いに相手の顔も知らなければ、名前も知らず、年齢の見討すらも知らない二人が、ただ、正義党の党員番号だけによって、恐るべき共同の大事業について、審議を凝らそうとしているのだ。それに二人は、互いに相手を十分に警戒する必要もあった。 というのは最近党の中へスパイが潜入しているという噂が広まっていたばかりでなく党の計画が事前に発覚した例が貧品として起こったからだ今も2人は互いに相手をもしやスパイではないかと疑っていたばかりでなくつい今しがた、途方もない中央委員の命令を伝えて帰っていった30号が。 スパイではあるまいかという疑いにすらとらわれていたのだそして11時になったら30号が1人でここへ引き返してくる代わりに一体の警官でこのビルディングを包囲するかもしれないという考えが着せずして2人の頭の中に起こったのであっただがどんな疑いが起こったにもせよ2人は ネジを回された歯車のように、本部の命令を実行するより他はなかった。というのは党員自身は他の党員のことも党の本部がどこにあるかということすらも全然知らなかったのであるが党の中央委員には全国の党員の一挙手一投足が手に取るように分かっていて中央委員の命令に対する違反不従順は 即座の死をもって罰せられることになっていたからだ76号としばらくたってから224号が低い声で言った君はさっきから馬鹿にピクピクしているようだな今度の東亜局長暗殺の命令はよほど君に衝撃を与えたと見えるが大丈夫かい しばらく不気味な沈黙が室内をうなずかした五色の伝統はだんだん暗くなるように思われた実はこの命令には僕は驚いたのだとしばらくしてから76号が言った僕はこういう非常手段には個人としては反対するだが 中央委員の命令は党員にとっては万有引力と同じ力を持っていることはよく知っているいいかね君党の上から僕が投げ出されたとすれば嫌が王でも僕は落ちるより他はない僕の意志には僕の肉体の墜落を阻止する力は全然ないのだ分かってるところで 君には精算があるのか。無論僕は30号から命令を聞いた瞬間にそれを遂行する手段をはっきり頭の中に描いたよまあもう少しこちらへ寄りたえ彼は224号の耳のそばへ口を持って行って何事かをひそひそと囁さやいた224号は聞き終わると大きくうなずいた そりゃ素晴らしい名案だと彼は小声で叫んだ「僕は実は引き受けるには引き受けたもののどうしていいかさっぱり目安がつかなんだろうだ」ではもうそれで打ち合わせは済んだわけだね君の方に意義がないとすれば。と76号は腕時計を見ながら言った。 まだ15分しか経っていない2時間の猶予は長すぎたねどう言って外へ遊びに出てくるわけにもいかずねまあタバコでも吸うか2人は巻きタバコを出して火をつけた重苦しい沈黙が続いたねえ君と76号が沈黙を破った僕は 今度の中央委員の命令は言語道断だと思うよ卑しくも暴力を持って個人を殺害するということは我が党の高貴ある伝統にも反するし人類正義の原則にも反する君は中央委員の命令を批判しようと言うんだねそうだだが僕は命令には絶対服従する服従を前提としての批判なら許されてもいいんじゃないか君は それだけの自由も我々には認めんのか全くの機械で甘んずるのかむろん、我々党員の辞書には、自由という言葉はありえない。今、君の口から出た自由というケチな言葉のために、我が党の歴史はいくたび無益な地で彩られたか知れないのだ。鋼鉄のごとき党の規律のためには、 我々は全くの機械となりおわせなくてはならぬ。しかも機械と言っても我々は誰一人完全な機械ではなくて皆部分品に過ぎんのだ。中央委員によって我々は一つの機械に組み立てられて初めて機能を営むことができるんだ。 我々の党の組織は将来の社会の完全なひなでそこには最も厳密な分業と協業とが行われている我々はただ一つの命令を実行すればいいのだいわば一つの鎖の輪なんだ鎖はそれを使う人の意思に従うので 自分の意志に従うのじゃない鎖の輪には意志も自由も必要でない絶対服従があるのみだもう義まえ、その分かりきった講義はでないと僕は君を軽蔑したくなるからねことによるともう既に軽蔑しているかもしれん そしておまけに僕はそのことによって君を軽蔑するという自由を完全に持っているということを証拠立てているんだぜ気弁だじゃあ君はどうかしようというのか僕は中央委員に反省を促そうと思うんだいかなる理由があっても個人を殺すということはできないということを党の規律の中に挿入することを要求するんだ 君の即座の死をもって中央委員は回答に変えるだろう僕は僕の死をもって目的を貫徹する低いものすごい笑いが224号の口を漏れた2人はまた沈黙したおよそ20分も押さえつけるような沈黙が続いた その間ちまの騒音は手に取るように聞こえていた君はまだ40前らしいね額のツヤと手の丸みと全身の弾力とでそのことがわかる224号が長い沈黙を破っていった僕は今こんなことを考えていたんだよ我々二人が。 互いに昼間は同じ会社で机を並べて仕事をしている友人同士でそれが夜になると互いに番号だけしか個性を持たない見ず知らずの人間として顔を合わしているような場合があるかもしれんとねそして互いに相手をよく知っていても 知らない人として付き合っていなきゃならんとしたらずいぶん滑稽なもんだろうね僕は76号が答えたもっと極端な場合を想像していたよ中央委員長が僕の親父だったらどうだろうなどとねそれからもし僕が暗殺することを命令された党の相手が僕の兄弟か 僕の妻だだったらどうだろうろとね。僕はゾッとしたよ。そういうことは実際ありかねないからね。君は、仮に君の殺さねばならぬ相手が君の恋人の父親だった場合にはどうするねもちろんこれは君が若くて恋を知っている人間だと仮定しての話だが、その場合君は中央委員の命令に従うかねそれとも、 君の本能的正義感に従うかね224号はマスクの間からじろりと相手を見たそんなことはありうべからざることだいや完全にありうる現に。彼は急に何か思い出して口をつぐんだ2人が沈黙がちに時々思い出したようにこんな話をしているうちに 時刻は刻々たって11時になったちょうど11時2分前に静かに階段を上がってくる足音が聞こえた2人は耳を澄ました足音は彼らの部屋の前でパタリと止まったそしてかすかなノックが聞こえたこのノックはもちろん党員の間に決められた独特のもので それによってすぐに相手が党員であるかないかがわかるようになっていたのだ224号は立ち上がってドアのそばへ行って鍵穴から紙切れを取って鍵を入れて回したマスクの巨漢が入ってきた「ナンバー3 0と彼は機械のように言った「22476」76 二人は立ち上がって代わる代わる答えた互いに番号を名乗るのが党員間の挨拶でもあり合言葉にもなっていたのだ三人は同時に椅子に腰をかけた三つの頭は互いに三寸ぐらいの距離で集まった七十六号が聞き取れないほどの低い声で何事かを語り出した三十号は 時々うなずいては聞いていた56分で報告は終わった30号は満足したらしい様子で立ち上がって挨拶もせずに帽子をかぶってドアの方へ歩いていった「ちょっと!と」と224号が呼び止めた彼は立ち上がってずかずかと30号のそばへ歩いてゆき 相手の耳にすれすれのところまで口を持っていって二五三五つぶやいた三十号は振り返ってじろりと七十六号を見たがまたくるりと向こうを向いてそのまま出ていった後に残った二人は石のように黙ったまま時計を見ていた五分たつと七十六号が黙って立ち上がって 帽子をかぶって出て行っててた。それからまた五分たつと二十四号もランプを消して出ていったこれで覆面の男たちの奇妙な会合は三回になった三。その翌朝の九時ごろ 霞が関の東亜局の一室で露木秘書官が朝の一便でついた手紙の整理をしていたその中に緑色の封筒に入れた差出人の署名のないのが一通あった彼は面倒くさそうに封を切ったみるみる彼の顔色は真っ青に変わってきた 何かかわったことがあるのかね。いつの間にか彼の後ろへ来て立っていた東亜局長遠山彦太郎閣下が葉巻を口から話しながら言った彼は今朝は事のほか機嫌がよさそうだったおはようございます閣下ゆきは手紙を下に置いて慌てていった妙な手紙が一通来ているんですどれ 東亜局長はまたた。ををえしして、無造作に手を出した東亜局長、遠山彦太郎閣下と彼は読み始めた我が正義党は最近2回にわたりて閣下に最後的警告を発し罰国に対する閣下のいわゆる積極外交の返還を勧告したことを閣下は 記憶せられることと信ずしかるに本日銀行家クラブにおける閣下の演説は閣下の外交方針が依然として急騰を脱せず罰国に対する戦争の危機を緩和せんとする努力を豪末も示さざるのみならず世界を挙げて激烈なる軍備競争の渦中に当然しめんとするものなることを示せりここにおいて我が正義党は 国民の何より世界正義の何より閣下に対し天中を加うるの余儀なきに至ることを遺憾とすすでに我が党は中央執行委員会にてこのことを議決せりしかして最も近き将来においてこの決議を実行することを閣下に生命線とするものなり終わりに望み我が党の決議は かつて実行されざりしことなきことを記憶せられんことを。大日本正義党中央執行委員会。また大日本正義党か。まるで子供だましのおとぎ話じゃないか。昨今の暑さで気の触れたやつの仕業だろう。と、東亜局長は面白そうに言った。昨日の新聞にも、よそのうちへ入っていきなり、 これは俺の家だから出て行ってくれなんて言ったやつがあったな暑さのために神経中枢の調子が狂ったやつだったそうだがね気候が変調だと人間の頭まで変調になってくるもんだこんな気違いの手紙なんかほっとけばいいよははは。<laughs> 彼は秘書官の肩越しにぽいとその手紙を机の上へ放り出したところが そうでではないんですよ、カ下。と通木は熱心に言った警視庁も検事局も正義党の活動にはこの1年来悩み抜いているんです党員は8,000くらいだという説もあれば10万もあるという説もあるんですがいずれにしても大変な数に上っていることは事実なんでそれが社会のあらゆる方面へ入り込んでいるんですことによると 本局へもも人人や3人党員が入り込んでいるかもしれません。そして党にはいわゆる鉄の規律中ゅうやつがあって党員の誰が捕まっても絶対に他の党員には波及専用な仕組みになっているっていうじゃありませんかこれまでに警視庁の手で捕まったのはただ一人だそうですがその一人は「大日本正義党員何がし」と白状したきりで どんなに手を変え品を変えて自白を迫っても一言も答えないということです何しろこんな完全な結社は世界にもないと言いますからね決してご油断はならぬと思いますハハハと東亜局長は豪快に笑った君は実に物事を信じやすい男だな君を坊主にしないで 役人の端くれに取り上げたのは我が輩の失策だったかもしれんぞところで君はアナトールフランスとという小説家を知っとるかねあの男の小説に「ピュトワ」という短編があるがねそれはピュトワという架空の人間をみんながとうとう実在の人間にしてしまって恐れているっていう筋なんだこの家庭の人物が至る所へ出没するんだよ 富豪の客前でもバス上の屋台の台所へでもねそして何もかもピュトアの仕業にされてしまうんだ君の今言った正義党のおとぎ話とよく似とるよははは。<laughs> <laughs> この時卓上電話のベルが鳴ったつゆきは受話器を取り上げて耳に当てたはあそうですはあ では、ちょっとお待ちください。彼は、相話口を手で押さえて、局長を振り返った。警視総監からお電話です。閣下に、直にお話申し上げたいとのことで。局長は、立ったまま状態をかがめて、机の上に片手で頬杖をつきながら、片手で受話器を受け取った。もしもし、私が遠山。うん。 うん。なるほど。今日ですな。どこでどうしてということはわからんのですな。実はこちらへも脅迫状が来ていて、今読んだところですがね。ただのいたずらの脅迫ですよ。何ができるもんですかい。あなたの方では一体どうしてそのことがわかったんかね。うん。何正義党の本部へ派遣してあるスパイからの報告で。 すると正義党というものはあるにはあるんですなうんいや何それには及びませんようん不思議ですな本部へスパイが入り込んでいて本部のありかがわからんなんて何あなたの方へも向こうからつまり正義党からも警視庁へスパイが入っていて 警視庁の活動方針がいちいち向こうへ知れるんですって信じられんですなうんいやどうもありがとうさようならどうも呆れたもんだと彼は受話器をかけながら言った警視庁までが正義党の幽霊に取りつかれているなんてゆ木秘書官は 心配そうな表情をして局長を見上げて何か言おうとしたが局長は柱時計を見て急に言ったさあもう支度をしなくちゃならんぞ確か10時30分だったね総理が東京駅へ着くのは君も一緒に行くんだもう9時半過ぎたからすぐ支度をしなくちゃ東亜局長がドアに手をかけて引っ張ろうとすると 扉は一人でに開いて入り口でばったり防いにあった彼は慌ててお辞儀をして盆に載せた名刺を差し出した局長は名刺を取り上げもせずに盆の上にあるのを見ながら「何せがれか今忙しいから後で会うと言ってくれ午後になってからただいまお出かけのところです」と申し上げたんですが大急ぎの用事だから 1>, 1分だけお目にかかりたいとおっしゃるんです仕方のないやつだなこないだも目の回るような忙しいときにやってきてアフガニスタンの国王の名前を教えてくれなんて言うんだからなじゃあすぐにここへ来いと言ってくれはっ仕が出ていくと入れ違いに入ってきたのは白いリンネルの背広を着て白靴を履いた 遠山正だった。彼は東亜局長の次男で1年前から情報部に勤務している真面目で快活な青年だった「昨日の記者クラブとの試合はナットラなんだじゃないか」彼は息子の顔を見るといきなり愉快そうに言った「お前のピッチングもあれじゃダメだ誰か変わりはなかったんか」「フォアボールを16も出すなんて」 カーブがゴスンもプレートから離れているんだからどんなにアンパイアが同情したってあれじゃあストライクにはできんからのう局長は忙しいと言いながらのんきそうに長々と野球の話を始めるのでマサオの方がハラハラしたくらいだった実はお父さんうちに大事な忘れ物をしたんでちょっと自動車を拝借したいんですがね そりゃあいかん。局ではお前は我輩のせがれじゃなくて一回のぞくりじゃからな局長の車をぞくりに使用させるわけにはいかん急ぐなら円卓を呼べばいいだろう一生に一度だけ局長の乗り物に乗っかってみたいんですよお父さんの使いだということにしてくださりゃ構わないでしょう局長はこの答えが気に入ったものと見えて ちょっと考えたから大きく笑いながら言った。しょうのないやつだな。じゃあ2018番の方へ乗って行け。あれは最新着のホイツペットだ。96番の方はいけないよ。吾が輩もすぐ出かける用事があるんだから。東京駅へ総理を迎えに床かにはならんのでな。はっ。ありがとう。マサオは。 大急ぎで出て行った。局長は大きく伸びをして秘書官を振り返っていった「さあ君我々もすぐに出かけよう」4「49時40分頃、桜田門の停留所から少し参謀本部の方へ寄った車道に」 ビールの空き瓶を山のように積んだ1台の貨物自動車がどこかに故障を起こしたと見えて停止していた運転手は車から降りて小首をかしげながら故障の部分を見極めようとするかのように車体の下を覗き込んだりタイヤを叩いてみたりして目くせをしていた交通巡査がそれをもどかしがって舌打ちをしながら終始運転手を睨んで めくばせをしていたそれから10分ばかりたつと96号の自動車が滑るように東亜局の門を出た交通巡査は突然貨物自動車の運転手に向かっていかにも腹立たしげに「こら!」と怒鳴ったすると運転手はびっくりしてバネ仕掛けの人形のようにいきなり運転手台へ飛び乗ってハンドルを手に持ち ブレーキを外した。車体は徐々に動き出した96号の自動車はその時ちょうど桜田門停留所まで来た。すると貨物自動車は急に全速力を出して疾走し始め96号が日比谷の方向へカーブしようとして車体が斜めになった時弾丸のように96号の車体に衝突してしまった。 交通巡査はどうする暇もなかった。彼は貨物自動車が失踪し始めると危ないと叫んで駆け出したがもう失踪している車を止めることはできなかった双方の運転手は衝突の直前にブレーキをかけて車を止めようとしたがもう間に合わなかった96号は横ざまに転覆した貨物自動車の運転手は 外へ跳ね飛ばされた。交通巡査は急いで駆けつけて96号の箱の中を覗き込んだそれから彼は慌てて予備校を取り出して力いっぱい吹き鳴らしたそのうちに通行の人々や電車の乗り換えの人やわざわざ電車を降りた人のために周囲には黒山のような人垣ができた日比谷の方面から 拝見をガチャガチャ言わせながら警官隊が駆けつけた時は群衆を追っ払うのに3人の警官がしばらくかかりっきりにならねばならないほどだったちょうどこの騒ぎの最中に東和局の門を出た2018号の自動車は群衆の間を抜けて東京駅の方へ走っていった貨物自動車の運転手は額と向こう船とに札症を負い 左手の指先をくじかれて昆布していた96号の運転手は運転手台から飛び降りたところを貨物自動車のタイヤに敷かれて左足に重傷を負ってその場に気絶していた96号に乗っていたのは東和局長と秘書官とではなく東和局長の次男の正雄だった後で分かったことだが彼は 局長の使いだと言って96号の運転手にわざとその車を指定して東亜局を出てきたのであった正雄の体には一見外傷はなかったがどうしたわけか彼は全く意識を失っておりおまけに他の2人と違って顔は真っ青になり唇は紫色に変わっていた3人の負傷者は直ちに日比谷の 原口外科病院に送られた貨物自動車の運転手の傷は全治2週間の軽傷だったので彼は手足と頭とに包帯をされて病院を出ることができたが96号の運転手は左足切断の大手術を受ければならなかったそして遠山雅夫はついに意識を回復するに至らず病院へ運ばれた時にはもう 体が冷たくなって、何とも施すすべもなかったので翌日大学病院へ改装されて死体解剖に伏せられた正雄の死体検案ならびに死体解剖の結果驚くべき事実が発見された死因に関しては前頭部の後方の打撲症による内出血説と咽喉部を強く締め付けられたための 窒息致死説との2つの説に分かれどちらが先に行われたか分からないということになり多分何者かが彼の脳天にしたたか打撃を加えた後ですぐに喉を締めつけたものであろうということになったつまり彼の死は単なる自動車の衝突による過失のための死ではなくて明白な他殺であることが死体を懸案した警察医並びに 解剖に立ち会った医師連全体の一致の見解であったおまけに死体解剖の結果が分かったほとんど同時刻に医師の見解を立証する即達郵便が警視総監型で届いた我が党は中央執行委員会より党和局長暗殺の命を受けたる党員76号遠山正夫が 親子の情に駆られて心に動揺を着せることを同志の報告によりて知りその信じ同情に答えざる者あれども党の規律は指示をもってまぐべからずすなわち涙をふるってまず彼を断罪したる者なることを閣下に報告するの光栄を有す遠山正夫は肉親の恩愛と 我が党の鉄の規律との板挟みとなりて自らの命を捨てて父を助けたる者にてその行為はまさに古今の英雄のそれに匹敵するものなり彼は党員としての義務と人間としての義務とを二つながら果たして自ら死に尽きたるものなり我が党は党則のために彼を断罪したけれども彼の尊き神事に同情して 東亜局長に1週間の考慮期間をあたうることを訳すもしこの期間内に外交方針に何らかの変更を見ざるにおいては改めて第二の行動に移ることを誓う最後に難人がいかなる方法にて遠山正夫を断罪したるかは到底警察の力を持って探知し得る者にあらざることを宣言す 何となれば我が党の秘密は死をもって厳守されればなりよって無益なる捜査は断念せられることを勧告するものなり大日本正義党中央執行委員会警視総監島村倫太郎閣下5だが 警視庁はもちろん正義党の勧告に従わないで犯人の捜査を開始したけれども正義党の警告通り警視庁の捜査は失敗に終わったこの事件の証人といえば負傷した運転手が2人と交通巡査とだけだったのであるが3人の証言からは何ら医師の診断を裏書きするような証拠を引き出すことはできなかった 貨物自動車の運転手はだいたい警官の尋問に対して次のように答えた四谷区の大木戸からビールの空き瓶を汐留駅まで運んで行く途中9時半ごろ桜田門のところまで来ますと車に故障が起きたと見えて動かなくなりましたので車から降りて調べていましたガソリンもなくなってはいないしタイヤにも別状はないので 変だと思っていろいろ調べていますとお巡りさんがこちらをにらんでは早くしろと催促されますのでなおさらイライラして故障の箇所が分かりませんでしたそのうちに突然お巡りさんは何しろあそこは虎ノ門と半蔵門と日比谷の3つの電車の交差点ですから無理もないのですがもどかしくなって間借を起こされたと見えていきなり「こら!」と怒鳴られたもんですから。 びっくりして運転手台へ登ってハンドルを持つと不思議にも車は動き出すんですそこでグズグズしていてこの上お目玉を食っちゃ大変だと思ってスピードを出して駆け出しますと虎ノ門の方から来た96号の自動車と衝突してしまったのでございますとっさのことでどうすることもできませんでしたそれから後のことは 病院へ担ぎ込まれるまでちっとも気がつきませんでした私の傷なんか大したことないのですが先方のお客様と運転手さんとひどい怪我をさせたことは何とも申し訳がございませんけれどお客様が箱の中にいて別に外傷もなしに喉を閉められたり脳天をひどく打たれたりなさったとすればこれは誰かが故意にやったことで 車体がたして破損していないことを見ましても、決してただの衝突の結果だとは思われません。九十六号の運転手が警官の臨床尋問に答えたのは、だいたい次のごとくであった。正男様が局長閣下の支給のお使いだからとおっしゃったので、この方をお乗せ申して小石川まで行く途中、桜田門前でカーブしようとしますと、 いきなり貨物車が走ってきてぶつかりましたのでこちらではどうする暇もありませんでしたそれからあとのことは私は覚えていませんが車体の破損の程度から考えてみましても正雄様のご負傷の位置や性質から考えてみましても決してあの衝突のためにあれほどのご重傷をなさったものとは思われませんああいう場合には 運転手は必ず負傷しますが乗っておられる方は大抵かすれ傷ぐらいで済むのが普通です交通巡査は2人の運転手の証言を確認してから彼自身の意見をつけ出したそういうわけですから私はどちらの過失とも言えないと思います全くあれは不可抗力でした 96号があそこでカーブしたのが悪いとも言えませんし貨物自動車がまっすぐに進んでいったのが悪いとも言えませんあそこのカーブは右回りですから自然に大きなカーブになりますそこをとっさの場合双方とも目測を誤ったものと見えますほんの1秒間の問題なのですがそれがどうにもならなかったんです 私が駆けつけた時には2人の運転手は車の外に投げ飛ばされた後でした96号の中のお客は頭をがくりと前へ垂れて窓へ額をつけてうつ伏しになっていましたそのうちに通行人が集まってくるので私は予備校を鳴らしながら群衆を遮るのに一生懸命でしたまさかその時に中のお客様が死んでおられるとは 思いもししませんでしたかくてこの事件はもし医師の懸案通り他殺であるとすると捜査の糸口すらも発見できずに終わったその翌日交通巡査の深井朝治は所轄署へ書留郵便で辞表を提出した非常に神経を使う交通巡査にはああいう事件の後ではちょっとしたことにもビクビクして勤務ができないのが普通なので。 ただちに受理されて誰も怪しむものはなかった警視庁では差し詰めただの交通事故としてこの事件を発表することにし東亜局長も次男の厄災に対して法律的手続きを取るようなことはしなかったあいつは運が悪かったんだと言って彼は諦めていたもっとも 前日までのような元気は彼の顔には見られなかったことは言うまでもないが6しかしそれから3日目の朝この事件を担当していた捜査課の梅田という若い刑事が課長室へやってきて「警視二枚つづり」の次のような書類を提出した。 1> 違憲書1遠山正夫の死が他殺なることは死体検案及び死体解剖の結果によって明らかなり2加害者が大日本正義党の党員になることは事件直後、総監のもとへ同党中央執行委員より送られたる文書によりてほぼ明らかなり3 現場に散乱していたビールの空き瓶の一つに毛髪の付着しいたるものあるを発見したるが検境の結果この毛髪は被害者の毛髪なることを判明せり4この空き瓶は一旦自動車の窓より入りて被害者の頭部に当たりそれからさらに窓より車外に転がりたるものと見なさざるべからず5しかるに 自動車の中へは空き瓶の自由に出入することは車体の構造より見て不可能なり6ゆえにこれは何者かが故意にビール瓶を拾い上げて被害者の頭部に打撃を加えたる後これを捨てたるがものとより考えられず7被害者のインコにありしという締め付けられたるごとき不詳は 自動車の衝突によりて自然に生じたるものとは絶対に信じがたい車内にてかかる性質の傷を受ける可能性なければなりこれはこれは何者かがおそらく柔道の心へある何者かがビール瓶にて頭部に打撃を加えたる後陰講を締めつけたるものなり8衝突当時現場に至る者は2人の運転手と 交通巡査不のみなりしかるに2人の運転手は衝撃を受けて直ちに昆虫したるをもって被害者に打撃を加えうる者は3人のうちでは交通巡査不快のみなりしかも不快は柔道三段の心へありしこと判明せりなお彼は直ちに現場に駆けつけ96号の車内を覗き込みたりと自白せり。 彼が現場に駆けつけてより群衆が集まるまでには2分以上の時間を経過せりこの時間はビール瓶を取り上げて被害者に一撃を加えさらに被害者の印稿を締め付けて致死せしむるに十分なり9よって加害者は交通巡査不快なりと推定する10なお貨物自動車の運転手は おそららく共犯者ならんこの2人はかねてより示し合わせて運転手にわざと車に故障のあるように見せかけて不快の合図を待ち不快が「こら」と合図すると同時に運転手台に飛び乗りて運転を始め96号車をめがけて自らも死をとして衝突しその間に不快は直ちに現場へ駆けつけて目的を果たしたるものならん。 したがってこの2人は共に正義党の党員にてかねてより計画されたる筋書きによりてこの犯罪は実行されたるものと認む各会する時正義党中央執行委員より総監にあてたる文書の意味も自ら明瞭となる以上の事実に基づきて即刻捜査の方針を立てられんことを権限す 捜査課長は読み終わると「なるほど」と大きくうなずいた額には油汗がにじみ顔色は蒼白になったでは早速不快と自動車の運転手とを拘印しなくちゃならん彼は興奮して立ち上がったところが課長不快のやつはもう塔に逃げてしまいましたよ 刑事は静かに言った。私は今朝この結論に達したので急いで内定してみましたが深井はあの日からどこかへ逃げてしまって行方は誰にもわからんということです早速本籍地の警察へ電話をかけて今紹介中なんです運転手の方はやっぱりダメでしたおととい暇を取って出て行ったそうですこの方は 本もっとも自動車屋の主人の話ではその男は実直な男でよく働いてくれたということでしたがね一体に正義党員の特徴は何か職業を持っていて絶対に普通の人と見分けがつかず業務には皆非常に勤勉だという点ですただやつらの間にはいわゆる鉄の規律というやつが徹底していて 生命をとしてことにあたり生命をとして秘密を厳守しているという点です不定なやつらではあるがその点は実に関心ですよ彼はこの時ふと柱時計を見て独りぼちだところでもう4時間になる子宮法でやったんだから返事は来そうなもんだが実際その言葉が終わらぬうちに ーイが捜査官宛ての電報を持ってきた深い朝時なるもの統治になし課長はあっけに取られて電報を刑事に渡した大方こんなことだと思っていましたと刑事は驚いた様子もなく言ったとにかく総監から東和局長に先日の演説の用紙をひとまず 公に取り消していただくように話していただいた方が良いと思いますねこの次には必ずどんなに警戒したって局長の生命を塞ぎ止めることはできんと思いますから相手は何しろ8,000人の決死的党員を持った正義党のことですからねそれに党員はどこに潜入しているかもわからないんですからことによると課長私から見れば あなただってかもしれず、あなたから見れば私だって党員かもしれないと思うくらい厳重に警戒をしなくちゃならんですからね鉄の規律かなるほど鉄の規律課長は大きくため息をついたその後正義党の 東亜局長暗殺の計画は失敗して、党員は1人残らず検挙されたということだが党員8,000人とか10万人とかいう説はとんでもない誇張で党員はわずか49人だったということであるそれにしても49人の一味で全国の警察会を侵害させ党員の1人が 警察にまで化け込むことができた彼らの巧妙さには専門家も舌を巻いていたということだ。